ちょっと G ショックかしらさ、自分つけてる G ショックかしら。
Ha ha ha!
「行動
ード2つ覚えたらまるで音楽家になった気分、音楽家になった気分、音楽家になった気分、音楽家になった気分。君をさらいたいよ。住んでるんですけど、家族でヘリパッドを作るってね、そこにちっちゃい村なのにぐるっと子供たちの家とか遊びを全部囲む形でヘリの離着陸、軍用ヘリですよ。そんなヘリじゃなくてむちゃくちゃ大きいやつね、恐竜みたいなやつ、6個ぐらい作るのかな、ヘリパッドぐるっと村を囲むんですって。で、村の人たちは当然反対してて大変な状態っていうかさ、なんか自分の4畳半の部屋の前にさ、何本当になんて何が来る感覚なのかな、もうちょっと例えようもないけど、本当に偉いと思いなくて。で、あれも人になってね、公民館に軍人がいっぱい来て押し切るんだって無理やりなんか運を言わさずやるんですってね。すごい面白いよね、本当に。本部では分かんないんですけど、むちゃくちゃでさ、話聞いてて笑っちゃってさ、それで面白い、世の中って面白くできてるんだなと思うんですけどね。というのその影の部分は一箇所に集中しちゃってさ、フェアではない。で、まあフェアなんかあるわけないんだけどさ、まあそこにそのヘリパッドを作るのをだから反対して、みんなが一緒に反対反対って言ってるんですけど、まあそこにできなかったできなかった、絶対どっかちょっとずらして違うとこ作るんですよ、沖縄の中の。だから何がいいかとわかんないんですけど、とにかく自分のは、まあ、それにその全部部外者って何も言い出すもかゆくもないんで、反対する権利もないんですけど、資格もないっていうか、その子供公開しろ子供とかがすごい組んで遊んでるっていう点で、そこでこう何かエゴを発揮して、あと友人の子が住んでるから寝かすから作るっていう、エゴイズムによってそれ乗り越えられないこと俺には何の大義名分も正義もないし、何が正義かも分かんないし、どっかにヘリパッドできるわけだから絶対に。それでうちでもいいわけですね、みたいな。ただうちはちょっと貸し屋なんでね、まあ、だから、なんて言ったらいいのかな、そのエゴを発揮することによってね、曲を作ってみたんですけど、ね、できたんだよね、できちゃったから、で、その沖縄の、歌いに行ったんだよね、そこの人たちに呼ばれて、メモで頑張ってるところに歌いに行ったんだよ、歌いに行こうか、全然、誰もそんな歌を歌ってくれて頼まれてないわけよ、みんな、ウーアさんとかも行ったんだよね、で、俺も行って、ウーアの時はキャストいっぱい来たんだけど、俺が行った時は、来てたのと思ったか、でもさ、来なかった、山奥でさ、で、行ったんだよ、で、内橋和久さん、大阪が生んだ、天才中年、スーパーギタリストと一緒に行ったんですよ、で、内橋さんと一緒に演奏して、この高屋の歌を、一緒に演奏してさ、で、
武器反対みたいなバンドみたいな歌なんですよ、これから。それで内田さんと一緒に、内田さんまあ一生懸命ギター弾いてて、で5日ぐらい前にあの東京3人でやったところで内田さんと久々に演奏して、内田さん久々だなと思って、私内田さんが来たからこの歌もう一回やってみよう。で2回目やったんですよ。2回目この時、それでやる、あそうやる前に説明してね、こういう感じでみんなにこういう歌なんですよって、僕は英語によってそれをどうこうで、みんな聞いてください。4畳半の部屋でね、いてね、こたつでみかん食ってたね、で、まったりしてるところにね、いきなりね、人形ヘリが目の前に降りてきたらね、嫌な気持ちでしょって言ったら、お客さんは心配な顔して、うーんとかってね、でよし、もうすぐ歌い出すぞっていう感じで気持ちを高めていったら、そしたら内田さんは何を思ったか知らないけどね、あの、え、そんなん、こたつの子、ヘリが降ってきたら、上がってまうけどな、っていうのね、うちが、ちょっとおっさん、まあ、何空気読めよと。あの今初めてだったらいいけど、一緒にそこに手元行って一緒にこの曲演奏してたよ。もう完全に一緒、忘却してて、あ、煽ってもらうけどな、そっちなっと、これだから大阪はこれ大阪、これデフォルトだから、これがそんな大阪がすごい好きですよ。もうするよ、完全に煽ってもらう。何言っちゃってんのこの人。結構今みたいな感じで6分話してね、よし、どうぞって言って、ほんと待って、まあな、ヘリが降りてきたら、うわーみたいな、天才だからね、ほっとくしかないよね。じゃあそんな、お前のために大丈夫と、今笑いすぎたね、全速みたいになってる。その街には武器なんていらない、ほらほら、その街には修羅の火が揺れてた、ほらほら、通りすがりの俺だけど、すぐにわかった、その街では子供たちがいつも、ほらほら、目を輝かせ風の歌を聴いてるさ、ほら。街には武器なんて似合わない、ほらほら、その街には笑顔が似合うのさ、ほらほら、俺だけど、まるでここでは、その街では家族みたいだった。弾ませ打ち明け話をしたさ、
のやつです特にどう猛とか人が殺したくてしょうがないっていうキャラではないと思います普通のやつなんですけど、武器に乗って遠くに行ってしまいます人間不思議ですね、はい、Thank you.
くよ。空に向かって年上ですごいクリアな方がいっぱいいるから、でも俺はもう本当にまだ26ですけど、もう本当にもうダメです。本当に気持ちいいなお宅さんはやつ気持ちいいってことはやばいでしょ。もうロックやばいでしょ。だから朝9で朝の頃とか本当に好きよ。朝3人兄弟の長男なんですけど、妹と弟は1人の3人なんですよ。俺だけずっと布団の中で4時間ぐらい目散らしてたんだ。こんなこのアジア女性がそういう小学生やったわけ。嘘だよね。嘘だよ。いやでも目散らしてたんだ。母言ったら本当ですよ。アジア女性がとかさ知るかって感じだけど、ただの田舎の子供ですから。父さん今さ一空で本当に近くて、朝起きるときも、私の子供の頃、もう、なんていうの、情けながら起きて、ね、うわぁ、あぁって言いながら起きてたんだけど、ごめんよ、よだれバンバンで、今はね、朝起きるから、あぁ、気持ちいいって言うの、その瞬間にザーって言うんだよ、なんか、頭蓋骨が、なんだと思います、この最後の仕事。それで、でも何か悪いことが起こったら全部人が悪いと思うんだよ。悪いと思う。はい、それじゃあ。大丈夫ですか？安心してください。ごめんなさい。ここに T シャツあるでしょ、即興って書いてある。これもう一個、超ってやる。ヨーホーだって言ってみました。ヨーピーじゃ無理です。
ベストバンドとか聞いてみたいな大した人はまた読まない。
気を取らない男臭い曲なわけですけど、わかる、すごい喋りたいな、1時間ぐらいのゲーム、本当に言いたいこといろいろあるこの曲についてはわかる。私の赤ちゃんやってきた、
全部嘘なんです。
止まってるんですよ、結構。自分の意思でね、高校なんだと思ってるでしょ、進学校、就職させて。僕なんですよ。もう誘導して、操作して、操作してね。そのためにギターも覚えたし、歌も歌えるようになったんです、僕は。なんで、何がしたかった今、今日この瞬間はダメなんです。ここまででっかい話をね、受けてきたって言われると、鉛筆にやってきたんです。はい、じゃあ目を閉じてください。運命を解きました。あの橋本真也風に言えば何だ。来た来た。三人くらいかな。はい、目を閉じて。はい、目が閉じました。はい、で何がどこから不可思かっていうと、まずその夜じゃないんですよ今。深夜だと思ってるでしょ。その甘い甘いは本当に。え？なんかそんなことだからヘリが来たぐらいで上がってしまってる。そこがその大阪の人のいいとこであり、悪いところ。うどんが美味しいとこであり、お笑いが面白かったりもしてね。その、なんていうの？全部嘘なんですよ、だから。夜じゃないんですよ、まず。そこ騙さないといけない。昼なんです。でね、春ですよ。もうすぐ夏ですよ。それで、真っ昼まで野原にいるんですよ、俺たち実は。超野原。もう、こらえようもないほど野原。ね、耐え難いほど野原、ね、もう醜悪な、もう卑劣なほど野原よ。うるすまし野原ね。それでこの野原においてね、俺たちはなんで野原にいるの、ね、気持ちいいからですよ。最高です、ですからですから。ロハスよ、ロハス、わかる、ね、ロハスだよ、ロハス、ロハス。ちょっと言いたがってるだけで僕は覚えたての子供みたいになってますで、そんなロハスな俺たちがね、野原に集まってる、もうこれもうやることといったら一つしかないよ、ね、木を見るよ、ね、緑がいっぱいだ、こっから話始まる。本当に来てよかった。もう本当にもうくたびれてたから仕事で。でも今日はみんなで、僕の大好きなみんなと一緒に野原に来たわけよ。これも全部ね、長い計画の果てに今ここに
感じですけど、まあ、またでも Yeah.
ー